どうもこんばんは、中野篤です。それでは今日最後の動画を撮りたいと思います。ロト7の結果を今から見たいと思います。それでは見ます。よいしょ。4回目のチャレンジか。今回はどうか。ああ、緊張すんな。勝ってはないねんけど、めっちゃ緊張する。よし。14、18、21、23。ああ、あっかん。7と。あかんな。12、14。いやー、これは、微妙。2個は一致すんねんけどな。毎回2個は絶対一致しとんな。だから、全く一致してないっていうのは、ロトセブンは1回もないねんけど、でもやっぱり目指してるところはやっぱり当選やから、いやー、まだちょっと時間かかるかな、見た感じ。惜しいのはあるかな。そう、間なんよな、間か。でも、やっぱり、やり方は間違ってないかな。必ず、2個は一致してるもんな。2口で、2個は、最低一致してるから、一致数が全くないっていうのが、1回もないから、だから、可能性は、あると思うんよ。ただ、ちょっとしたズレ、それで当選逃してるって感じやもんな、見てたら。わずかなズレ。だから、やり続けたら可能性はあると思うけど、まあ、とりあえず、今日は残念やったけど、このやり方で、ロト7、継続して予想したいと思います。まずは4つかな。4つを目標に頑張りたいと思います。それでは今日はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。